こんにちは、長野インターネット所属と申します。、はい、こんにちは。こんにちは、はい、今長野県は真田町の方に来ておりますけども、はい、今本当にこう小さな可愛らしいこうマルシェ、はい、やってる会場に来てました。その責任者にちょっとお話をお聞きしたいと思います。はい、こんにちは、はい、こんにちは。今日はありがとうございます。自己紹介お願いします。マニマニという団体で今まではいたんですけれども、はい、今豊かな暮らしの仲介者っていう会社を立ち上げて、はい、それで今一つこういう月に1回ぐらいのイベントを開いて、いろんな出展者呼んでやってもらってて、今その会場の一つ取ってもらってるっていう感じです。はい、なるほど。はい、なんかこだわりとしてなんかいろんなこう出展者、そうですね、いらっしゃいますけど、はい、どんなところにこう特徴があるんでしょうか。そうですね、基本的にはもう何て言うんだろう、真田の出身であったりとか真田の近くの近辺の方々たちに集まってもらっているのと、基本的には体にいいものっていうものを集めて、開かせてもらってるっていうところですかね。まあとりあえずとっても美味しいものが集まってるとか、とってもなんか個性的なものが集まるとか、そういう感じでやってます。なるほど。まあ日頃飲んだりしてるなんかジュースだったり、はい、炭酸飲料だったり、はい、なんかあまり見かけないこうメーカーのものがこう置いてあったり。あ、そうですね、もう基本的にはもう例えばもう野菜で言ったら無農薬系であったりとか、扱っているものは化学物質が入っていないものであったりとか、うん、まあ、そういったもので普段手に入らないものが皆さんの口で取ってもらえばいいかなっていうところでやってますね。はい、今日はなんか三角というなんか会場だったんですけども、はい、ここは普段は空き家なんですか。あ、普段はもう空き家事務所で使ったりとか、はいはいはい、イベントスペースで貸しスペースとしてやってもらったりとか、はい、あとねシェアキッチン、はいはい、シェアキッチンっていうだから例えばお菓子作る人たちは保健所の許可取らなきゃいけないじゃないですか。はい、でその許可を取るのにまあお金かかるわけじゃないですか。うん、でそれをもうここで取ってあるのでみんなお貸しして、うん、ここで作ってもらって、そうすると世に出せるものになるっていう場所を貸し出したりとかしてます。もう完成したんですか。もうしてるんですけど、なかなかまあもうちょっと早く完成する予定だったんですけど、はい、まあ、なかなか工期が延びまして、今年の5月ぐらいに完成したのかなっていう状況です。今走り出したばっかりです。なるほど。はい、空き家を貸し出すってことも、はい、あ、もちろんもちろん、もうすでにやってます。もう空き家を自体を回収とかもうお手伝いさせてもらって、でそうするとゴミの捨て方とかももうだいぶできるようになってますので、どうやったら安く済むとか、どうやったらきれいにできるのかっていうところはもうノウハウだいぶ蓄積してきてますの で、あと自分たちの DIY をどうやってその空き家をきれいにするのかっていうのは、もうやるのもそうですけど、今やりたい人が多いので、で多いのでそれを他のちょっとお伝えして自分でやってもらうっていうこととか、あと例えば、うん、材料、はい、こういう古いものをやるには古い材料じゃないと合わなかったりとか、なるほど、そういうものは他のいろんな解体のところからもう引っ張ってきて、それを木造っていうもう一つね違う業態のものがあるんですけど、そこでまあ板とかを販売したりとかしてさせてもらって動いてます。そういう解体した板などをこう販売してる、洗ったりとか、はい、あと建具、こういうガラスとかこういうのもそうなんですけど、こういったものをどうやってもう本当にかっこいいんですよ昔のものって、はい、こういうガラスも今もうないのでダイヤガラスって言うんですけども、製造ガラスね、はい、もうガラスももうそうだし、僕はもう大好きでこういうものが貴重ですね、もう大好きでしょうがないんですよ。でこれをもうどうやったらまた新しく使ってもらえるのかっていうことを考えながらやっていくのがいいかなと思って、まあいいものが簡単に捨てられちゃってるので、とにかくそのいいものをちょっとでもまた世に戻してあげるとか、大事に使ってくれる人の手に行くっていうのが僕のなんかやりたいことの一つかなっていうところがありまして、やってます。はい、はい、じゃあもうなんかそういう情報があればすぐ取って、はい、あ、そうです、そうです、もうありがたい話で、もう本当にこうレスキューとかっていう感覚ではもうなくて、そのものが
次の人に渡ればいいかなっていうのがすごいあって、で、あ、これほんこんなに良かったんだって思うものが たくさんあるんで、そういったところで、あのちょっとでも気づいてもらえばいいかなと思っています。もうニッチなあのマニアックな世界ですけど。なるほど、はい、今後の夢は何でしょうか。夢ですかね。夢はね、でも多分僕基本的に住みやすいところ、自分が楽しいなって思うところを作るだけな気がしてて、これも一つの一環で、なんか自分がどうのこうのじゃなくて、自分の周りにいる人たちが楽しそうに、あのなんか元気に過ごしてるっていうところを見れる場所を作りたいっていうだけなんで、まあその一つの中で回ってるとかっていうだけですかね。だからもう本当にすいません、変な話、夢とかではやりたいことをやっていくっていうところが一つなのかなっていうところでございます。はい、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これが一生がまで。おお、これは 何ご飯。これは酵素玄米のご飯です。今これしか持ちないです。もう1個分、一升なので、はい、1回炊くと一升で、できます。これが手作りのちりめん山椒。ちりめん、はい、どうしたやつですか。もう山椒の実を自分で取ってきて、はいはいはい、ちりめんと一緒に佃煮にしました。山椒は遠見氏さんと真田さんもまだありますが、手作りです。はい、で私はもうたっぷり惜しみなくにします。ありがとうございます。はい、くるくるっと、そこラップですね。はい、あまり手をこう溢れずにくるんとします。うんうん、なんか握ったりしないもんね。はい、ラップ越しで、はい、でちょっと可愛く、はい、くるんとします。普段はどちらでお店やってるんですか。あ、お店というか、あの、はい、市内の、あの、お店に卸させてもらっていて、はい、どちらですかね。上田市は今は国分の地の平屋さん、平屋さんですとか、あとはここの三角の家のイベントですとか、うん、あとは小諸の停車場ガーデンさんとか、あ、はいはいはい、いろいろ、はい、言われれば作らせていただいてます。ご指名されればね。はい、はい、ありがとうございます。で、昆布と、はい、はい、ちりめんです。どうかつい言われて、はい、すいません、お金をつけたんですか。こんな感じでちょっと悩む。おー、はい、ことことです。ことこと、はい、あのどんな理由で作っつけたんですか。あのお母さんとかお父さんとか家族が寝てる時に下台所からこうコトコトグツグツって聞こえてくる、こう幸せなイメージをしました。幸せな音なんですね。はい、そうです。おにぎりいただきましたけど、はい、なんか特徴あるってお聞きしたんですけども、その辺ちょっとお聞きできますか。酵素玄米と言いまして。酵素玄米、はい、あ、黒くなるの酵素があっただけ。あの小豆です。天候小豆というものを入れてるので、その色素、はい、で発酵していくんですけど、お釜の中で4日目から食べれるんですけど、1日1回天地返しといって、お釜の中で攪拌というかかき混ぜるんですね。それで発酵を促して、3日間ずっとそうやって発酵を促して、で4日目から食べれるっていう。あ、ジャーの中で。そうです、そうです。一生釜の中で、はいはいはい、あの中でかき混ぜる。小豆の中にその発酵をするその菌、色素が。そうです、もう小さい、もう天候小豆って自分家で作ってる小豆も一緒に炊くんで、塩も専用の塩なんですけど、そうです、それでやってますね。今やってることって何かあるんですか。おにぎり作りの他に。おにぎり作りの他に今、まあ、あの重ね煮が好きなので、その今日も重ね煮のスープを出してるんですけど、すごい、あの、はい、食のことに関して結構いろいろやってきたので、なんか勉強しながら人にそういうのを伝えていけたらいいなって思っています。今向かって頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。恥ずかしい。ありがとうございます。最後の名前だったら。
玉木さとみと申します。はい、自分では、はい、まあ、個人事業主でパソコンのインストラクターやってるんですよ。で今ちょっとその合間に行ってる仕事の先でその空き物件を使って何か人の居場所だったりとか、まあ、音楽関係の会社なので、まあ、音楽にも人に関わってもらいたいとか、ものづくり、大阪ってものづくりの街なので、ものづくりにこう興味を持っててほしい場所ができたらいいなみたいな。でそういう意味でその中古物件を見つけて、どんなことも普通してるんですか？まあ、会社はまあ、たまたまアンプを作る会社でたまたま榊にその物件を買われてっていうところで、そこにたまたま飲食店だったところがあったので、まあ、そこを使ってその榊の村上小のすぐそこで店舗があるので、なんかシェアキッチンとか何かできたらいいなって、私は友達とたまたまねシェアキッチンの話で盛り上がっちゃって、友達やってる方がいらっしゃるんですか？全然お互い畑違いなんですけど、うん、そういうの作れて居場所ができたらいいねって言って商工会に飛び込んだら、そういう物件持ってらっしゃる方がいるから行ってみたらどうって言われて紹介していただいたんですよ。そうで、そこへ飛び込んで、はあ、そこからのご縁で、はあ、今いろいろとされてる方のその話を聞くために、はい、そうなんです、はあ、歩いて回ってます、はあ、今後の夢はどうですか？そうです、今後の夢、そうですね、まあ、うちも子供がね、ちょうど中学生と、そうなんですけど、まあ、こう今少子化とかでね、で子供たちもなんか夢を持ちにくい、生きづらい時代になってきてますよね、若者も。そういう人たちが自分の夢持って頑張って輝けるような時代にね、もう未来に少しでも明るさを見て生きてってもらうための何かお手伝いができたらなっていうふうに、はい、思っております。ありがとうございます。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。